行こう。行くんだ。渡したいものがあるから、うん、会いに行こうかな。来た。返事来たのね。うん、来た。え、何、どういうこと？分からん。どういうこと？動画をね、うん、新しい動画アップして、うん、俺が楽しんでると、うん、コメントの人で、しょうちゃんが笑顔でよかった、みたいなさ。ああ、心配してくれてんだよ、みんな。何心配してんの？え？何心配してんの？何心配してんの？心配するようなことないもんね。いたって元気だよね。うんうんうん。いたって元気よ、しょうちゃん。まあ、その、前回の動画で、まあ、そういうことがありましたってことで、うん、コメントもね、たくさんもらって、すごく嬉しかった。うんだし、まあそのコメント以外でも、うん、あの実際の友達とかも、うん、なんか見たよっていう風に言ってくれたりしたから、うん、まあ、嬉しいなって思って、そうね、た、うん、ね、なんかすぐ連絡をくれた友達もいたもんね。うんうんうん。ほんでコメントとか見る限り、うん、ああ確かにそうだなとかいろいろ考えさせられる部分もあるし、本当いろんな人の言葉がすごく刺さった。うんいろんな言葉がね、うんうんうん。で、いろんな言葉が刺さって、あこういうふうに今できることなんだろうな、なんか考えてたりするんだけど、うん、一番、うん、まあ、心に響いたっていうのがあって、うん、まあ、僕らってさ、うん、例えば、どっちかが、あどっちかっていうか、まあ、僕がね、うん、僕がさ、入院するとするじゃない。そうね。めちゃくちゃ大きい、なんか大怪我とかするかもしれないじゃないですか。ね、大病だったり。で、その時に、ね、うん、じゃあ、実際、りょうちゃんと会えるかどうかっていう、病院内でね、うん。で、そうなった時に、やっぱり、親、実際の親、肉親っていうのはすごく強い存在であって、うんうん、パートナーではあるけども、うん、実際法律的には、まだ結婚できないってない、うん、ね、同性カップルではあるから、うん、そういう時に、じゃあ、どうするかっていうね、うん、の、ね、あるんだよね、うんうん。だから少なからず、その、親と繋がってるのはすごく大事なんじゃないの、うん、っていうのを言われて、うん、そうね。あ、そうだな、確かになってすごく思った。うん。なんかあった時にね。そう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 。うん言っても、法律とかだったらね、うん、男女の婚姻は認められても、僕らは、にしては、うん、ね、同性のカップルだから、うん、言っても難しい部分っていうのは仕方ないことって言ったらあれなんだけど、でも、うん、今できることって言ったらね、限られるから、うん、今できることをやっていかないといけないなって思うんだけど、うんうんうん、で、まあそれこそコメントとかだったらもう、もう会う必要もないだろうね、みたいなことを言ってくれたりはするんだけど、うんうん、いざなんかあった時に、うん、自分の気持ちっていうよりかは、うん、彼に、うん、迷惑かけられないなって思ってるんだよね。いや、全然かけていいんだけどね。あ、いやいや、そうなんだけど、うんうん、なんかあった時に、うん、僕の気持ちは一旦置いといて、うん、万が一の時に、うん、のために、親と、うん連絡取れるような関係であり続けるのはやっぱ大事、うん、うんうんだとは思った。まあそうね。うん。まあね心の中ではちょっと、うん、とは思うけど、うん、ただ、うん、まあ法律とかまあ訴えてる人とかでもさ和解とかするじゃない。うん、最終的に、うん、でも和解っていうのは、うん、まあ一応法律上は解決っていうふうにはなるけど、うん、気持ち的な面は別にね、うんうん、また別の話であって、まあそうね、だからそういった意味では俺も気持ちは一旦置いといてとりあえずまあつながれるようにしとくべきだなっていうのは思ってる、うんうん、そうじゃあねえ、一体どうやって、仲良くでもないけど連絡をね、円滑に取れるかっていう、のを考えなきゃいけないなって思ってるんだけど、うん、なんか、プレゼントとか、うん、送るかな、うん、まだ、直接会うっていうのにはさ、ちょっとあれじゃん。翔ちゃんの中で。すぐにもう、パッと会いたいっていう感じじゃないからさ。
まあ何かしら、まあクリスマスも近いし、うんうんうん、なんか、送ってみてもいいかもね。うんうんうん。それで、また連絡来るだろうし。うん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 。ただちょっとその、一点、プレゼントに関しては、うん、うちの親は、割と、うん、好き嫌いが多いから、素直に喜べないのね。ああ、そうなんだ。それは何？ちっちゃい時の記憶っていうか。うん、そうだね。そうだったな、みたいな。うんうんうん。あ、そう。そのちっちゃい時に、うん、今流行ってるか分かんないけどさ、そのプニプニのシールとかっていうの僕の時流行ったのね。あったあったあった。で、それを、うん、じゃあ学校で作ろうとか言って友達と作ってやってさ、なんかボンドを固めて、うん、なんか中がこうやってなんかできるように。プニプニ。そうそう、それをお母さんにあげようと思って、うん、小学校の時作って持って帰ったんだけど、うん、そしたらね、なんかまあ、最初はへーっていう風に見て、で、よく見たらボンドのやつで、うん、いらないって言われたのね。それは、ちょっとまあショックっちゃショックよ。小さいながらに、ね。そうそうそう。あ、全然、あの、本当に笑っていいんだけど。うん、だから結構、本当になんかいらないものはいらないっていう人なのよ。子供が作るやつとかを、喜んでくれない人だったから、うん、まあ、ね。うん、変わってるかもしれないけど、ね、今はね、分かんないからね、十何年経ってってね。うんうんうん、そうよ。だから、ちょっと選ぶなって思うよね。ものをね。うん。何がいいんだろうね。そうね。なんか、好きだったものとかない？こういうのよく好んで。買ってたとかさ、なんか好きって言ってたとかさ、何だったら喜ぶかな、何だったら、なんかその一般的なお母さんがってこと、何喜ぶんだろう、何喜ぶの。何でも喜ぶ人だったら嬉しいけどね。まあ、そうじゃないからね。なんだろうな。うちの親は、一番最近誕生日、最近っていうかまあ、何ヶ月も前だけど、誕生日プレゼントで、ポータブルプレイヤーみたいな。CD とか、あとテレビも見れますみたいな。DVD とかね。DVD とか見れますみたいなやつが欲しいって言ってたから、それをプレゼントしたけど。わかんない。難しいな。本当に難しい。なんだろう。マフラーとか？これからの冬の時期に合わせて。まあそうだね。マフラーは、マフラーいいね。マフラーいいね。うん。なんか実用的なものとか。まあ、柄の好みとかももしかしたらあるのかな。そうだよね。うん。あ、うん、そういうのにしようかな。使ってくれるかわからないけど。使ってくれることを信じてね。写真とか送ってくれるんじゃないですか、もしかして。うん、使ってるよ、みたいな。そうだね。うん。そうしよう。うん。そうしよう。まあまあ、見に行ってみて、うん、なんか良さげなやつがあったらそれでもいいしね。じゃあ、今から行ってみる？消すよ？何？買ってきたねっていう。買ってきた。うん。使ってくれるといいなって感じなんだけども。うん。まあ、買いに行ってるときに、まあもう実際会いに行ってもいいのかなって、思ったんだよね。うん。これを持って、ね。どうするの？持っていく？送る？送るか、直接渡すか。いや、行こう。行くんだ。行こう。おぉ。LINE しよう。今？今でしょ。どういうこと？いや、今するん。
うん、送ってみなよ。会いに行こうかな、とかでいいかな。ああ、いいんじゃない？不安。渡したいものがある。怖いな。どう？大丈夫？だね。大丈夫だと思うけど。渡したいものがあるから、うん、会いに行こうかな。いつ頃とかもいいか、その後で。12月？うん。12月頃に、とか。頃。はい。あ、送った。送った。すぐ返信来るかな？来ると思うよ。怖い。いや、なんか、うん、俺、まあ、なんか、何を別に親に言われても別に全然構わないんだけど、うんうん、一番電話した時に心残ったことがあって、うんうんうん、なんか、あの人、元気なの？とかさ、それはちょっと訂正してもらいたいなって思う。わかんないけど、なんかちょっと照れとかもあったんじゃない？いや、言っていいのかわからないけど、あの人どうなのっていう言い方をしてほしくない。俺の人なのに。それは訂正してもらおうって思う。いいよ、別に。いや、ダメ。ダメダメ。名前忘れてたんだよ。うん。なんか、そんな言い方ないよねって思うし、それは別に、言ってもいいかなって正直。あ、まあ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 。思う。まあいいんじゃない？そういう言い方良くないよって。うん。うん。言っていいと思うよ。ね。うん。そうだよね。合ってるよね。大丈夫よね。それは。うん、それはちょっと僕は言う。それはもう親子なんだから、それは言っていいでしょ。許さない。うん。許さないというか、今のところは許さない。うん。まあ、それは訂正してもらわないと許さないから。来た。返事来たのね。うん、来た。お疲れ様です。うん。え、どういうこと？わからない。どういうこと？わからない。どういうことって送った。え、うん、うん、うん。いいかね。にしようかな。ああ。いいんじゃん。スピード早い。もしかしたら文章をさ、うん、考えてたんじゃない？ああ。一旦スタンプを押し、送って、うん。なるほどね。うん。わかんないけどね。会うのか。まあでも、りょうちゃんがついてるならいいかな。一緒に行くよね。行くんでしょ？え、一緒に行くんでしょ？だって、一緒にご飯食べようって言ってたよ。うん。うん。うん。で、この後どうするの？その具体的にいつ行くとかいうのはさ、また連絡するみたいな感じ？そうだね。うん。うん。まあ、ちょっと、進展した？実際会ってみないとわかんないか。うん。そうだね。うん。喜んでくれるといいけどね、プレゼントとか。うん。来た。来た？うん。12月、いつ頃？あ、いつ頃って来たの？うん。いやいや、まあ、また連絡する。ママ、また連絡する。あ、なんか来たよ。早めにね、だって。ああ。まあ、そうだよね。わかるけど。うんうんうん。まあ、とりあえず、その12月に、行ける日？うん。行く、ね、何日か候補あげて、うん。緊張する。なんで、あ、まあまあ、そっか。うん。十何年ぶりに会うんだったらね。うん。まあ、という感じかな。うん。うん。まあ、また、うん。動画にします。あ、行くときはね。うん。うん。そうしよう。もう朝から緊張してんだもんな、しょっちゅう。まあね。